この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。突然ですけどこちら見てください。はい、これはですね、フォトショップのブラシを使って描いていく様子なのですが、一気に複雑な文様やパターンが描けて楽しそうですよね。でも一方でこういうブラシっておそらく皆さんの多くは、自分で作るのは難しそう、誰かが作ったブラシダウンロードしようってね思ってるんじゃないでしょうか。でもですね、それはもったいないです。なぜなら今紹介したようなブラシって結構誰でも簡単に作れちゃうんですよ。今回の動画を見て便利なブラシを自分で作れるようになれば、あーちょっとこんなブラシがあれば便利なのにといった時にパッとオリジナルのブラシを作れて、お絵かきがさらに楽しくなること受け合いです。今日はですね、こういった便利なブラシを自分で作れるようになっちゃうフォトショップのブラシ作り方講座をやっていきたいと思います。普通に使いやすいブラシ、まずですね、特殊なブラシを作る前に普通に使いやすいブラシを作ってみたいと思います。というのも、このデフォルトで入っている丸ブラシ、これを使うとですね、ほらなんか端っこの方がカクカクしたり、こんな風にグラデーションに段差ができて滑らかじゃなかったりして、フォトショップって書きにくいって思っちゃうことあると思うんですけど、そんな時に僕がおすすめしているのはですね、これです。まずは今の丸ブラシでいいので、ちょんってね画面に点を打ってみてください。そしたらね、その点をこんな風に削ってみてください。なんかね、お豆みたいな形ですよね。はい、そしたらフィルター、ぼかしガウスを使ってですね、この程度ぼかしてください。このぼけ足はね完全に好みでいいです。そしたらこのぼかしたこの点をですね、四角選択ツールでこんな風に囲みます。そしたら編集、ブラシを定義を選びます。するとほら、右クリックでブラシの選択画面を開くと、ブラシがこんな風に1個増えました。このブラシを使って画面に書いてみると、ただの丸ブラシで描いていた時のカクつきがなくなりますよね。まあ、これだけでも十分なんですが、さらに設定を追加して便利にしちゃいましょう。ウィンドウ、ブラシ設定を開きましょう。そうするとね、こんな風な画面が出てくると思います。これね、設定が多くてめんどくさそうって思うかもしれませんが、大丈夫です。慣れればそこまで難しくありません。今いじるのは3項目だけですね。まずはブラシ先端のシェイプを選びます。で、間隔を 1% にしてください。この間隔を広げれば広げるほど点と点の間が空きます。ここが 20%、30%、40% になってくると線がカクカクして、縮めれば縮めるほど滑らかになるわけですね。で、次にシェイプにチェックを入れます。で、サイズのジッターのコントロールを筆圧に、角度のジッターのコントロールを進行方向に設定します。このスライダーは一番左にしておいて大丈夫ですが、例えばサイズのジッターのスライダーを左右に動かしてみてください。そうすると下に表示されるブラシの形が変わるのが分かりますよね。こんな感じの線になるよっていうのをここで教えてくれているので、自分の好みの線の形を探しながらですね、このスライダーを左右に動かしてみても大丈夫です。はい、これでこのブラシは完成です。試しに画面に線を引いてみてください。驚くほど滑らかな線がスムーズに描けているのが分かると思いますね。つながりも自然ですよね。ちなみに筆圧で色の濃淡を追加したい場合には、ブラシの設定のその他にチェックを入れて、不透明度のコントロールに筆圧と設定しましょう。そうするとほら、筆圧によって濃淡が変わるブラシが作ることができました。もうね、基本的にこのブラシさえあればフォトショップでのお絵描きは全部このブラシでできちゃうっていうぐらい便利なブラシなので、これは覚えておいてくださいね。鉛筆ブラシ、次は鉛筆ブラシの作り方です。こういうブラシですね。これはですね、見ていてわかると思うんですが、線画を描くのがめちゃくちゃ気持ちいいブラシなんですよ。これいいでしょ。このブラシを作る前に1個だけ用意するものがあります。それは画用紙の質感の画像です。 Google 検索で画用紙フリー素材などで検索して、画用紙の素材をダウンロードしてみてください。そしたらね、この画用紙の画像を Photoshop で開いて選択範囲を設定します。そしたらレベル調整でこんな風にコントラストを上げていくと、さらにザラザラした鉛筆を作ることができます。そしたら編集、パターンを定義を押しましょう。こうすることで今選択したパターンがストックされました。さて、ここからブラシを作っていきます。作り方はさっきのブラシの作り方
方より少し複雑ですが、流れ自体は全く同じです。まずはこんな感じの形を描いてみてください。下にグラデーションがうっすらかかっているような四角い形です。そしたらそれを斜めに回転しましょう。このぐらいですね。そしたらまた編集ブラシを定義でブラシを作成します。先ほどと同じようにブラシ設定を開き調整していきましょう。まずブラシ先端のシェイプですね、間隔は今度は少し粗めな質感を出したいので 5% にします。それとここでペンの傾きを制御もできるので、好みによってこの傾きを少しつけてあげてもいいと思います。次にシェイプにチェックを入れて、コントロールの部分は全部ペンの傾きにしてください。数値は最小の直径が 6%、 傾きの大きさが 200%、 最小の伸延率が 60%、 それ以外は全部0です。次にその他にチェックです。不透明度のコントロールを筆圧に、インクの流量のジッターをペンの傾きに設定します。値は全部0で OK です。そしたら最後にテクスチャにチェックを入れます。一番上のこの部分で質感を選択できるので、さっきストックした画用紙のパターンを選びます。描点ごとにテクスチャを適用にチェックを入れて、描画モードをオーバーレイにします。深さと深さのジッターはそれぞれ 100% にしましょう。ここからはさっきストックした画用紙の画像によって数値は異なると思いますが、拡大縮小コントラストをそれぞれ調整して、下に表示されているストロークがいい感じになるように調整していきましょう。はい、できました。これで描くとほら、ペンを立てて描くと濃く細く、寝かして描くとまるで鉛筆を寝かして描いているように薄く塗りつぶすように描けるんですよ。これはですね、めちゃくちゃ描きやすいのでかなりおすすめの設定方法です。ぜひ試してみてくださいね。ハッチングブラシでですね、鉛筆を使って描いているとこんな風にシャ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 ってね、こんな感じで影をつけたり、あと質感をつけたりする場合ってあるじゃないですか。こういう調子のことをハッチングって言ったりするんですけど、このハッチングすらですね、ほらブラシに設定するともう一瞬で広い範囲をハッチングできちゃうんですよ。ほらめっちゃ気持ちいいでしょ。やり方はシンプル。さっきまでの流れを一通りできた人はですね、もう難なくこのブラシを作ることができちゃいます。まずはさっき作った鉛筆を使ってこんな風にシャ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 ってハッチングを描いてみてください。これを先ほどと同じくブラシに定義します。そしたらブラシの設定を開き、ブラシ先端のシェイプ、今度はね間隔を 68% と広めに取ってください。次にシェイプにチェック、サイズのジッターのコントロールを筆圧に、最小の範囲は 22% ぐらいにしましょう。さらに角度のジッターのコントロールを進行方向にします。伸延率のジッターは 12%、 最小の伸延率は 27% ぐらいです。最後にその他にチェックを入れて、コントロールを筆圧にしてください。はい、これで設定終了。画面に早速書いてみてください。ほらこれめちゃくちゃ気持ちよくないですか。一瞬ですごい面積をハッチングできちゃうっていう、やばいでしょこれ。最初のハッチングの形を変えたり、角度を変えることによってもこんな風にいろいろなハッチングブラシを作ることができますので、試してみてくださいね。これだけでもちょっとブラシ作ってみたくなったでしょ。スパッタリングブラシ、あとはですね、こういったパッパッパッパってね、しぶきが飛んだような表現、これはスパッタリングと呼んだりするんですけど、これもですねブラシに設定するとすごく便利です。イラストに迫力を追加する場合なんかは、最後にホワイトを飛ばしたりすることがあると思うんですけど、そういう場合とか、あとは漫画の戦闘シーンとかにね使うことができますね。はい、ここではですねあえてアナログからやってみましょう。歯ブラシとインクを用意してですね、歯ブラシにインクをペタペタっとつけたら、紙に向かってシュッってねしぶきを飛ばしてみましょう。何度か試してね、いい感じの飛沫が飛ばせたなって思ったら、それをスマホでパシャッと撮ってください。写真を取り込む時はね、以前の動画でも紹介しましたが、ドロップボックスっていうアプリのドキュメントをスキャンで取り込むとすごく綺麗に取り込むことができると思います。そしたら取り込んだ画像を開いて、ブラシにしたい飛沫以外の部分を消しゴムなどを使って綺麗に取り除きましょう。こんな感じです。そしたら先ほどと同じように四角で囲んでブラシを定義ですね。ブラシ設定に移って、まずはブラシ先端のシェイプ、こういうまばらに散ってほしいパターンの場合には間隔は開けた方がいいですので 52% ぐらいに設定します。次にシェイプにチェックを入れて、画面のように設定してください。ちょっとね全部数値を言っていくと時間がかかっちゃうので、これ以降設定するときは動画を止めて確認してみてくださいね。で次に散布にもチェックを入れて、画面のように設定です。英語版の人もね UI 自体は同じだと思うので、画面を見ながら設定すれば問題なく設定できると思います。はい、これでスパッタリングブラシができました。試しに画面に書いてみましょう。はい、どうでしょう。こんな風にしてね、しぶきを数種類登録すれば、欲しい時に欲しいしぶきがすぐに用意できますよね。いや
これはね、めちゃくちゃ使う頻度が高い、使い勝手が抜群なブラシなので、もうね、ぜひ作ってみてほしいです。スモークブラシ。で、次に紹介するブラシもめちゃくちゃ使用頻度が高いブラシです。スモークブラシですね。もやもやーってこんな風に煙っぽい効果を一瞬でかけることができるブラシです。これめっちゃ欲しいでしょ。これも今まで解説してきたブラシの応用ですごく簡単に作れちゃいますので解説しますね。まずはこんな感じのもやもやを画面に描いていきましょう。薄いグレーを塗り重ねる感じでね、柔らかく描いていきます。できたらすかさずブラシに定義です。そしたら設定に移ります。ブラシ先端のシェイプ、間隔は 11% ぐらい、シェイプにチェックを入れて画面のように設定します。そしたら散布にもチェックを入れて、これも画面のように設定してください。次にその他にチェックを入れて、これも画面に従って設定をお願いします。で、最後デュアルブラシにチェックを入れます。デュアルブラシはね、初めての項目なので丁寧に説明しますが、デュアルブラシって何かっていうと、今使用しているブラシの形にプラスしてもう一つブラシの形を反映させて、より複雑なブラシの形にできるっていう設定項目です。上の方にね、いろいろなブラシのシェイプが並んでいると思うんですが、実はさっきブラシに定義したブラシの形もこちらにストックされているはずです。さっき定義したスモークの元になった形を選択してください。直径は1000ピクセルぐらい、間隔は 11%、 散布は0、数は1ですね。これもですね、今言った数値にそこまでとらわれることなく、下のプレビューを見ながら好みの形を設定して OK です。はい、これでスモークブラシ完成です。実際画面に書いてみましょう。ほら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 、どうですか？すごくいい感じでしょ？ちなみに作ったブラシは消しゴムとしても使用できるので、もやもやーっと追加したらもやもやーっと消していったりして、好みの煙の形を作っていくことができますね。このスモークブラシは雰囲気作りにはすごく使えるブラシなので、いろいろなパターンを作ってみると便利ですよ。炎ブラシ。さあ、最後はですね、この炎ブラシの解説です。見てください、めちゃくちゃ簡単に炎がかけているのがお分かりいただけると思います。ちょっとこれはですね、作り方が複雑なので、作り方ではなく以前にお配りしたブラシの使い方の解説になります。もしこのブラシが使いたいという方はですね、僕のピクシブファンボックス、月額540円になるんですけど、こちらに入会していただければこのブラシがダウンロードできますので、ダウンロードして使い方をチェックしてみてください。これはグラデーションマップと併用して使うことで簡単に炎が描けるブラシです。やり方はですね、まずダウンロードしたこの2つのファイルをダブルクリックします。そうするとフォトショップに素材が読み込まれます。そしたらですね、レイヤーウィンドウの下の方のこのボタンからグラデーションマップを選択してください。そして出てきたグラデーションバーをクリックして、今読み込まれたこの炎のグラデーションマップですね、これを選択します。そうするとこんな風にグラデーションマップの調整レイヤーができました。この調整レイヤーの下に通常レイヤーを1枚追加したら、先ほど読み込まれた3つのブラシのうち真ん中のブラシ、基本的にはねこれだけで炎がかけちゃいます。カラー選択でグレーを選んで画面に書いてみてください。こんな風に炎っぽいシルエットが現れてくるはずです。白に近いグレーで書くほど暗い炎、黒に近いグレーで書くほど明るい炎が現れます。最初は白っぽいグレーを選んで徐々に黒に近づけながら書いていくと、ほら炎っぽいエフェクトが書けると思います。もう2つの他のブラシはですね、ちょっとパターンを変えてみたブラシなので、時と場合によって使い分けてみてください。もしこのブラシが使いたいという方はですね、概要欄に URL を載せておきましたので、そちらから僕のピクシブファンボックスに入会していただければこのブラシのファイルがダウンロードできます。ぜひ使ってみてくださいね。以上、簡単ブラシの設定講座でした。いかがだったでしょうか？またですね、今日紹介したような煙やスパッタリングはブラシに設定するとすごく便利ですが、こういったエフェクトはあえて手書きで書いていっても楽しいです。こちらの動画伝授します。水を簡単に書く手順ではですね、いろいろな水の表現をあえて手書きで書いていく手順を紹介しております。おそらくですね、思ったよりも簡単に書けちゃうのですごく楽しんでいただけると思います。興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。